ではカラーの解説に入っていきたいと思います。まず、ビリビリになっているレッド。レッドの典型的な特徴をまず説明していきたいと思います。レッドといえば自信家が多いです。チャレンジに立ち向かうのが大好き。で、勝ちを取りに行く、勝ちにこだわるっていうのがレッドになります。外見が美しい人たちと集まるのが好きです。彼らは内心は自信がなく不安で人からの承認っていうのを求めている。なのでいつも人一倍達成すること、勝ちっていうのにこだわっていくっていう特徴があります。で、決断をするのは得意です。で、自己中心的です。他人との関わり合いで衝動的になることがあります。何でもベストなものを欲しがります。 VIP 待遇も大好きです。チームプレイヤーとしてはあまり向いていません。スポットライトを当てられて注目を浴びるのが大好きです。で、このカラーっていうのは見分けること、こうやって自分で診断テストをして、知ることもできるし、大体こう見分けることもできるんですけれども、じゃあレッドの見分け方っていうのを解説していきたいと思います。レッドの人の好む服装っていうのはカジュアルよりもフォーマルを好みます。高級品だったりとかデザイナー品、ブランド品っていうのが好きですね。これはビジネスでも私服でも共にそういう感じです。上品で高貴でエレガントな装いっていうのを好みます。で、見た目なんですけれども、短く清潔感のあるヘアスタイル、流行品ではなく上品で高貴な髪型、だらしなく場違いな見た目をしていることはほとんどないです。声のトーンで言うと大きくて命令口調です。皮肉を言うこともあります。で、早口ですね。で、タイムラインなんですけれども、予定がぎっしりなので数分遅刻気味なことが多い。自分が時間を守って相手が時間を守らないと激怒します。で、いつも忙しそうにアクセクしているっていうのが特徴です。レッドの人が機能不全、調子がちょっとメンタル的に落ちているっていう風になるとどうなるかというと、内心は不安を抱えていて自信がないので、外側や見た目を強く見せることにより他人に自分の自信のなさや不安を気づかれないように努力します。勝つためには倫理的に間違ったこともやります。機能不全のレッドというのはソシオパス、反社会性パーソナリティ障害っていうのになることもあって、自分だけの独特なモラルや世界で生きることもあります。他人からの称賛を受けることで自分の価値を感じられます。機能不全のレッドは超自己中心的です。彼らは他人に対しては冒険を吐いたりとか罵倒しがちです。恐怖と圧力を使い人々をコントロールしようとします。人の話を聞くのは無理です。機能不全のレッドは VIP 扱いが大好きで、他人にも自分を VIP 扱いするように要求します。他人に対してとても不公平な扱いをし、他人にいろいろ理不尽な要求をします。他人が注目を浴びているとその人を恨みます。チームプレーはとても苦手です。自慢が大好きです。彼らは高価なものを持つことで自己価値を確認します。機能不全のレッドはルールや法律、規則を破り自分勝手に振る舞うのが好きです。機能不全のレッドは自分には特別な権利が与えられていると勘違いしがちです。で、次、高機能のレッド、いい状態、メンタル的にもこういい状態のレッドっていうのは、法律や秩序、ルールを守りながら強いリーダーシップを発揮します。彼らは勝つことにこだわりますが、倫理を守りながら勝ちを取りに行きます。彼らは良いセルフイメージを持っていて、自己価値を確認するために他人からの称賛っていうのを必要としません。高機能のレッドも自己中心的ではありますが、他人のニーズに対しても理解をしています。チャレンジを与えられると張り切って本領を発揮します。高機能のレッドは人の話を聞くことを学び、決断をするプロセスにおいて他人の意見も取り入れるということを学んでいます。
VIP 扱いは好みますが、他人が達成した功績も認め称賛します。目標を成し遂げるために努力を惜しみません。自分の感情を丸出しにすることはあまりありませんが、時と場合により感情をうまく使います。彼らは他人に共感できます。これが高機能のレッドの特徴になっています。次はイエローについての解説になります。イエローはとても個人的な深い付き合いを求めてフレンドリーな人たちです。イエローは忠誠心が強くチームプレーが得意です。イエローはリーダーというよりもサポートタイプです。しかし倫理的に正しいリーダーにしかついていきません。イエローは正直さと誠実さを重んじています。家族をとても大切にします。動物やアウトドアも大好きです。環境保全に高い関心を持っています。生まれつきの平和主義者です。対決や対立を嫌うので何が何でも避けようとします。慈善団体でボランティアをするのが好きです。イエローは物質主義だったりブランド主義だったり貪欲な人たちが嫌いです。イエローはうさんくさい偽物みたいな人を嫌い、直感的です。イエローはクリエイティブで表現力があります。イエローの見分け方なんですけれども、服装はカジュアルでラフな格好が好き。高級品、流行品、派手な服装はしないです。割と地味な色が好きで、派手で明るすぎる色っていうのは着ません。見た目なんですけれども、男女ともに長髪が好きです。で、地味で普通な髪型が好き。高価なヘアスタイルや高価で派手なジュエリーはつけません。一般的に高級品は身につけません。で、声のトーンなんですけれども、声のトーンがハッピーで明るめの声、柔らかくゆっくりめな話し方で、怒鳴ったりとか皮肉を言うってことは極めて稀です。こんな感じでイエローの人を見極めることができます。イエローの人がメンタル的に落ちてるとか機能不全なイエローっていうのは、批判や拒絶に対して過度に神経過敏です。彼らは誰かが対抗してきたり怒鳴ってきたら心を閉ざしてしまいます。将来の対立を避けるために自分の感情を押し殺して長い間恨みつらみを持ち続けます。我慢できなくなったら感情を大爆発させます。レッドの爆発よりも最悪な大爆発です。機能不全のイエローはゴールを目指したりビジネスでの成功や偉業を成し遂げるために高いモチベーションを持つようなことはしません。問題にばかりフォーカスしくよくよし続けます。急いでいるあなたの状況も完全に無視して永遠と同じ話を愚痴ります。あなたが何か言うとすぐに被害者になり感情を乱します。機能不全のイエローはプロ級の過度の心配症です。何か対立とか気に入らないことがあると感情を取り乱してくよくよ泣き続けます。彼らは人の言い訳や愚痴を信じ込み味方になり、そのせいで他人が目標達成できなくなっても自分は思いやりのある人間であると勘違いし満足します。機能不全のイエローはとても騙されやすいです。逆に高機能のイエローというのはかなりいい状態のイエローっていうことですね、は批判や拒絶に対して個人的に捉えずに建設的に捉えることができます。問題に引きずり込まれません。彼らは同情するのではなく共感をすることができます。高機能のイエローは相手が無駄話をする時間がない時にはそれをきちんと理解し、相手が失礼だと思うことなく無駄話をやめることができます。彼らはゴールを目指して結果にフォーカスするということを学んでいます。高機能のイエローは対立状態にあっても批判を恐れずに感情や意見を言い、建設的な解決方法の提示ができます。高機能のイエローは自分たちが全員を助けることはできなく、助けられる準備ができている人たちだけ救うことができるということを理解しています。はい、以上が高機能のイエローになります。続いてブルーの解説をしていきます。ブルーの典型的な特徴は、ブルーは楽しいことが大好きです。今を生きるタイプです。彼らは明るいものを好み、ハッピーな人たちです。ブルーはリーダーが彼らにいい扱いをする限り強いリーダーについていくのが好きです。ユーモアのセンスのある人たちが好きです。突発的なことやサプライズが大好きです。時間を厳守するのは苦手です。忘れっぽいタイプが多いです。浪費家が多く、貯金をしている人はあまりいません。旅行やアドベンチャーが大好きです。
太陽の光を浴びて外で活動するのが好きです。とても社交的で新しい人たちとの出会いが好きです。で、ブルーの見分け方なんですけど、服装としては明るめの色の服で、流行品が好き、フォーマルよりもカジュアルな方ですね。で、群衆の中で目立つことが多いです。見た目としては流行を取り入れたヘアスタイル、ハイライトカラーとかそういうスタイルですね。ジュエリーや装飾品を好みます。しわくちゃだったりだらしない服の時もあります。声のトーンで言うとハッピーで楽しそうなトーンで、早口で大声で、流行語やスラングとかカジュアルな表現というのをよく使います。タイムラインとしては遅刻することが多いです。よく話が脱線してミーティングや計画の予定を狂わすことが多いです。ブルーの機能不全のブルーですねについて、機能不全のブルーは全てにおいて常日頃遅刻をします。彼らは自分の今の言動がどんな結果を導くのかをよく考えないで行動してしまい、後悔だらけの人生になりがちです。とても優柔不断です。機能不全のブルーは目の前のことに手一杯で注意散漫になりがちです。フォローアップをするのは大の苦手です。よく考えないで余計なことを口走ってしまうことがあるため、人との関係性を壊してしまうこともあります。またつい飲みすぎて話しすぎる傾向もあります。機能不全のブルーは今を生きることに夢中になりすぎて、一生かけても返せないような借金地獄に陥ることもあります。自分の問題を直視できずに基本的に後回しにしてしまいます。忘れっぽいので怠け者とか当てにならない人間になりやすいです。次に高機能のブルーなんですけれども、高機能のブルーは時間を守ります。彼らは自分の言動がどんな結果をもたらすかについてある程度のコントロールができています。フォーカスして努力をすることによりフォローアップが得意になることも可能です。ある程度はちゃんと考えてから発言します。お祝いとかパーティーの場でも節度を保って楽しむことを身につけています。問題も直視し解決に努めます。高機能のブルーは日々の業務を分担し予定通りに進むように管理します。無駄遣いもほどほどにします。あまり楽しくなかったりワクワクしない業務でもフォーカスをして脱線せずに業務を遂行します。つまらないと思うことでもフォーカスすることを学びます。以上がブルーの解説特徴になります。最後グリーンですね。グリーンの特徴についてお話していきます。典型的なグリーンの特徴なんですけれども、グリーンはとても論理的で計算高く思慮深いタイプです。思いつきで行動したり即断即決するタイプではなく、たくさんのデータを集めて分析しよく考えてから決断することが大好きです。で、グリーンは他人のモチベーションに対して懐疑的です。グリーンは直感や信念に頼るのではなく事実やデータを収集するのを好みます。グリーンは現実主義派です。グリーンは人に価値判断を下しがちです。グリーンは詳細な計画がないと実行することができないので、そういった詳細がないとうまく機能できません。構成立てたものの考え方が好きです。サプライズとか突発的なことを嫌います。完璧主義者です。感情を表に見せない、感情を抑え込んでるタイプが多いです。グリーンの見分け方なんですけれども、服装としてはごく普通な地味な服装、流行や派手さっていうのは取り入れていないです。高価な服や最新のトレンドは無視します。フォーマルで保守的な服装です。見た目としては地味で普通な髪型、見た目をさほど気にしないです。コンタクトレンズよりもメガネを好むことが多いです。ハゲていたり見た目が劣っていることは気にしません。体型はきちんと引き締まっている方が多いです。声のトーンで言うとゆっくり強めの声のトーンであり平坦な口調、明瞭で良い言葉遣いが多いので砕けた口調はあんまり使いません。タイムラインとしては時間をしっかり守るタイプです。人が遅刻すると怒るのでグリーンの人を待たせないでください。時間を効率的に使います。無駄話はほとんどしません。次に、機能不全のグリーンについて解説していきます。機能不全のグリーンは何でも分析しすぎて行動ができないでいる、石橋を叩きすぎて壊してしまうタイプです。過度な完璧主義で誰でも全てにおいて完璧であることを求めるため、そうじゃない人がいるととても批判的です。許すことができない不寛容の人が多いです。親密になるのを極端に避け人との距離を置きたがります。何でもかんでも懐疑的で疑い深い性格です。その性格のため書類や証拠をじっくり吟味してからじゃないと行動を起こさないので、チャンスを逃してばっかりです。
機能不全のグリーンは冷酷で残酷な面も多々あります。自己中心的にもなりがちです。彼らは全ての議論で自分のやり方通りに勝ちたがります。社交的なスキルは低いです。次に高機能のグリーンについて。高機能のグリーンは机上の空論や御託を並べることよりもただ行動して経験から学ぶことの大切さを認識し実行し始めています。彼らは相手のことをよく知らないうちに勝手に決めつけて価値判断を下すことを、特に初対面で決めつけることをあまりしないようになっています。すべての口論に勝つ必要性がないことも理解しています。またすべての決断に詳細な事実の裏付けが必要がないことも理解しています。信念の重要さもわかります。また気の知れた仲間内では自分の感情を表現することも覚えています。高機能のグリーンは完璧主義を捨てて、完璧でなくても行動をすること、やり遂げることの大切さ、またそちらの方向性への転換もできています。また成功を目指す際に細かいやり方ばかりにフォーカスするのではなく、結果にフォーカスすることも意識できています。はい、こんな感じで4つのカラーの特徴っていうのを解説してきたわけですが、他にもいろいろとあるんですけれども、じゃあレッドの人同士でこういうの好きだよね、こういうの嫌いだよねっていうという話とか結構すると理解がより深まるというか、私が行ってきた経営者のビジネストレーニングでもこう4つのカラーに分かれて、でこうみんなで同じカラー同士の人たちでこういうのが好きだよね、こういうことは嫌いだよねっていうような話をしながら、より自分たちのカラーの理解を深めていくっていうことをやったりしていました。ちなみに私はブルーなので、かなりこう楽しいこと、ハッピーなことが大好きでアクティブなので、こうブルーの人たちが集まった時はもうそこはすごくうるさくて明るくてヒューヒューっていうパーティーピーポーな感じで盛り上がっていましたっていう、はい、エピソードもあるんですけれども、こんな感じでちょっとずつ理解を深めていってコミュニケーションにこう生かしていっていただければなと思います。それではこの動画はこんな感じで。